主の祈りを祈ってまいりましょう。主の祈り。天にまします我らの地よ、願うは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天に至るごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らに許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものでなくなればなり、アーメン。それでは共に使徒信条を言ってまいりましょう。使徒信条。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差した前に、かしこみ立てて、権威の本と自然の本とを授けたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、保守性の命を信ず。アーメン。それでは、久保田牧師に響いていただいて、聖餐式の時を持ってまいります。それでは聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式はイエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式です。この教会においてはイエス様を信じてですね、イエス様の十字架と復活を信じて、そしてですね、洗礼を受けている方、または洗礼を望んでいる方はどなたでもこう聖餐を受けることができますので、ぜひそういった方はですね、今日のこのヤング礼拝の聖餐を受けていただきたいと思います。それでは最初にこの聖餐式のためにお祈りします。愛するイエス様、ありがとうございます。主がこの場所でまたこれからの聖餐式を導いてくださることをありがとうございます。主よ、どうぞこのパンとブドウ酒、またブドウジュースを祝福してくださり、御体と御血潮の祝福と恵みをどうぞ受けられる一人一人のうちに主が豊かに表してくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。一人一人ですね、聖餐を受ける前に、罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それではお願いいたします。イエス様はパンを取り、祝福して後、これをさっき彼らに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。それでは、イエス様と共にいただきたいと思います。イエス様は彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために、流されるものです。それではイエス様の血を共にいただきたいと思います。
します。愛聖様、ご聖さんの恵みを感謝します。感謝してイエス様の名前によってお願いします。アメン。